じゃあまあ1ヶ月ぶりですね。1ヶ月撮ったですね。はい、1ヶ月ぶりですね。はい、はい、じゃあまた改めてよろしくお願いします。お願いします。そうです。左手はずっとタップです。なるほど。はい。これがアクセント移動ってやつですね。アクセント移動。はい、ダウン、タップ、アップ、タップ。ダウン、タップ、アップ、タップ。はい、こういうことになります。これ速くなってくると。はい、そういうことです。こういうことです。いいですよ。そうです、いいですね。タッ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 。そういうことです。ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、ツー、スリー、フォーでしたけど、これはワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリーというリズムになります、はい、というふうに、はい、はい、その3つ割りなので、はい、なので3回ごとに手が変わってくるんですね。はい、ああなるほど、はい、こう上、上段、下段、上段、下段の上段、下段というふうに動きます。右、左、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 右、ただこれはもう、はい、あの右手左手まんべんなく練習ができるフレーズなので、はい、とてもいい練習だったりします。なるほど。じゃあまず軽くやってみると、はい、まず右手でダウン、はい、そして左手がアップ、うん、そして残っている手でアップ、今度は上がっているこの左手がダウン、そして次の手がアップ、残っている手でタップ、ダウン、タップ、タップ、ダウン、ちょっと早くするとダウン、ダウン、これです。ダウン、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 ダ